皆さんこんばんは。こんばんは。倉浅美と中田浩司のエコノミックマインド。実は今回からですね、はい、新番組ということでございまして、来る先生と私中田でお送りしてまいりますけども、今までラジオの方ではね、ご一緒させていただいてまして、はい、いよいよテレビの映像で、今日からスタートいたします。30分の番組でございますね、はい、で来る先生はもうメンタルトレーナーとして、はい、長年ご活躍で、ここに見えてますかね、本がいっぱい出ておりますけど、はい、で私は、投資教育あるいはその世の中のお金の動きについていろいろ学校をやっておりますけど、その精神学的な部分と、その投資の部分というのはすごく共通する部分があって、そうですね、もうほとんどやっぱり自分の行動を起こしていることって全部脳と心ですよね、ですがメンタルトレーニングをやってる中で、はい、やはりどういうよくね一流の勝負力で、講演なんかも先日も行ってるんですけど、はい、トップアスリートがなぜトップアスリートで居続けられるのか、うん、これは投資の世界も同じだと思うんですよね。そうですね。要は一時期一時勝てても、ずっとそれを継続するっていうことができる人と、そうでない人の違いっていうことがやっぱり一流のであるかどうかという定義にもなってくると思うんですよ。なるほどね。でもう一つ言えるのは、経験が生み出したものが一流であると、要は過去の成功だったりとか体験があるから、その人が勝ててきてるということは絶対にないじゃないですか。そうですね、そういう意味で今この瞬間その時に自分が本気でぶつかった結果が一流であるかっていう、その目の前のことに対してプラスポジティブなマインドであり続けるっていう、それを心を作ることができるのでね。なるほどね。そういう意味でメンタルトレーニングとその投資後心理っていうのは非常に共有できるところがあるなっていうのをね、毎回ラジオとかでお話しさせていただいて思うところですよね。で今回実はこの30分の番組で、今回は初めてなので、私どもは一体何者なのかということも含めて自己紹介をね、前半の方でさせていただいて、後半から早速、今後シリーズで展開していくいろんな、プログラムっていいますかね、カリキュラムの中身の触りをね、今日はお伝えできたらなと思いますけども、では早速ですね、来る先生の今ずらっと本がね並んでおりますけど、これも含めて、簡単に自己紹介といいますか、していただきたいなというふうに思うんですけども、私はですね、いつもはパーソナルトレーナーとして渋谷のメンタルルームで、ワンツーマンでマインドの形成、マインドの心を作るということをやってるんですね、で、クライアントは本当にトップアスリートから経営者、そして下は小学4年生から小学生ですか。最初はね、お母さんお父さん連れてこられるんですけど、本人が実感をして、これは自分のためになるっていうふうに、学習塾よりこちらを選ぶみたいな。へで、そういう意味で小学4年生から上は80代までいらしてますね、そうですか、で、心には性別がないので、男女比で言っても最近は女性も非常に増えてますので、あ、半々ぐらいですよね。もしくはちょっと女性が増えてるんじゃないかぐらいな感じで、もうそれぞれの、職業も私も専門決めない。要するに心というのは作ることができるわけだから、どんな人も自分と向き合いたいというところからスタートすると思うんですね、で今本当にたくさんの私本を書いておりますけれども、もう何冊ぐらいになりました。最初に出したのがこの一流の勝負力、一流の勝負力、こちらでございますね、でこれは私が見ていたトップアスリートの、マインド、どうやって彼らが一流を作り上げていくのか、で答えは、一軍で選手であるから一流であるという定義ではなく、二軍の選手であっても未来一流のマインドを作るということはできるということ。つまり、私たちが自分には能力がないとか、性格のせいだとか、そういうふうに思ってる、この諦めるというマインドが
二流なんですよね。あ、二流を作ってしまう。なるほどね。だから自分は常に未来一流でありたいと思うのであれば、うん、今この瞬間から変えることができるっていうマインドを作る。これがあのこの本のメッセージなんですね、はい、でそこから始まって、やはりその一般のビジネスに生かしたいっていう方が非常に増えてまいりましたので、はい、でそこでトップになる人は最初からトップじゃなくて、うん、最初の一歩はみんな同じだったっていうところで書いたのがこの本当にマインドの法則ですね。マインドの法則、うん、これは私も読ませていただきました。これは本当に今うつの人が増えたりとか、うん、本当に自分のやりたいことが見つかってない人とか、うん、でそういった人たちと日々向き合う中で本当に伝えたいことを入れた本ですね、はい、だから人がなぜ生きるのかまで結構自己哲学的なところで人間の心理ですよね、うん、だから悩みがなぜ生まれるのかとか、はい、やっぱりそのコンプレックスをどうやって武器にするのかっていうこととか、うん、そういう意味で何かこう自分を知りたい人、はい、私はもうとにかく潜在意識、潜在意識ね、うん、っていうところを描いているので、うん、でメンタルの仕事をしていくと、まずみんな思うのは今の自分を否定するところから始めるんですよ。あ、なんで自分はこうなんだろう。そう。でそうすると性格っていうのを変えたがるんですよね。はいはいはい、わかります。変えたいですよね。変えたいと思いますね。でも残念ながら、うん、性格を変えてはいけないんです。なるほど。で性格を変えるというよりは、ええ、私は本当にもう心の視点を引き上げるっていうことで自分の性格を生かす、自分を知る、うん、つまり私たちが知ってる自分っていうのは本当わずか 3% から 10% と言われると本当に1割の自分なんですよ。なるほどね。で残り 97% と 90% 以上の自分っていうのはまだ未開の地なんですよ。なるほど。これが潜在意識なんですね、うん、だからその潜在意識をいかに引き上げていくかっていうことを、うん、描いて、いつもそのイメージを作ってってことをやっていく。なるほどね。でもこの本がまさにそうですよね、はい、これすごいタイトルなんですよ。これそう、これまさに言いたいことなんですよ ね強いメッセージを作りたいなと思って。皆さんこれぜひ覚えてください。無理かもしれませんけどね。これもう毎日セリフトークで言ってほしい。このまま何もしないでいればあなたは1年後も同じだが、潜在能力を武器にできれば人生はとんでもなくすごいことになる。はい、バイクルアサミございますね。これすごいですね。これギネス載っちゃうんじゃないですか。そう、もう少し短くならないかっていうね編集者に言われたんですけど、一生懸命考えて短くしようと思ったら逆に長くなっちゃったとんでもなくっていうのがすごくポイントで。なるほどね。とんでもなくすごくならなければ、うん、逆にここにも書きましたけど、はい、人生は劇的進化変わりようがないという。なるほど。私は本当にじわじわとは変わんないんです ね, ですね。ある日突然大きな飛躍があったり、はい、大きな変化が現れたり、はい、もう今まで見てきたクライアントで、うん、少しずつ変わる人生っていうのは本当に見たことがない。なるほどね。だから変わる時っていうのは劇的にしか変わらない、うん、つまり今まで自分が意識してきた自分っていうのは、うん、わずかなほんの数パーセントなんですよ。なるほど。そこから本来の自分を発揮するためには、はい、97% にアクセスするんです、うん、だから対戦のアクセス先が変わってるようなイメージなんですね、うん、そのとんでもなくすごい自分を作り出そうとした場合は今までの生き方とか今までの自分の在り方っていうものとは全く違う次元に持っていかないと、うん、なかなかメンタルの改善というのはできないんですよ。なるほどね、うん、これ僕らもよくセミナーなんかで言うんですけど、はい、お水やかんに入れて、うん、火をつけて沸騰させるじゃないですか、はいはい、でその、例えば10度ぐらいの水が最後は沸騰して気体に変わりますよね、はいはいはい、でその10度から99度までの間って外から見てると分かんないんですよね、うん、そうですね、はいはい、で99度から100度になった瞬間に次のステージに来ますよね、はいはいはい、だからそこまでその見えないもどかしさとか、はい、その継続をしていくことの大切さとかっていうのを、はいはい、例えでよく、はい、水の話をするんですけどね、はい、やっぱりその潜在能力がその活性化していって、はい、その次のステージに移る大きなエネルギーになるっていうのはね、はい、あすごく同じですよね。比喩だと思います、はい、
あの私も心というのは水のようであるっていうのは本当に真実だと思うし、うん、あの一転しているマインドってないんです。逆に言ったら感情が動かなくなるとか、うん、メンタルが停止するっていうのはこれはうつ状態です。あ、なるほどね、完全にスランプとか、はい、もう心を動かすことが嫌になっちゃったんですよ、うん、だから心が動くとか水のように動いているっていう揺れてる状況を楽しめるマインドを作ればいいんですよね、うん、なるほどね、うん、だから水が沸騰する瞬間っていうのは、はい、気体変わるわけですよね、液状から気体に変わる、これって進化ですよね。そうですね。だから魚が陸に上がる時っていうのはエラ呼吸から肺呼吸になるけど、うん、それって頭で考えたって無理じゃないですか、うん、だから超次元に行くしかないですね。なるほどね。そのイメージで言うと、その、まあ、時間軸の問題はいろいろありますけどね、うん、次元が低くなればなるほど私たちは物理的に生きてるわけだから、はい、どうしても1時間前ってなんだっけっていう話になっちゃうんだけど、うん、でも時間って実はここから流れてるわけじゃないし、うん、未来から、流れてるってイメージすると、うん、1時間先の未来をイメージしてれば、うん、1時間経てば私たちはもうこの収録を放送を終えてるわけですね。なるほどね。だから未来のイメージがあるか、うん、1時間後何しますかっていう話が、ね、いつもしてると楽しくなってくる。はいはいはい。なるほどね。1時間ラジオ終わった後に、ええ、あーって過去を反省するっていうよりも、うんうん、終わった、じゃあ次はどうするっていうマインドですよね、うん、なるほどね。これ絶対投資もそうですよね、うん、絶対そうだと思いますよ。やっぱりその、うん、ただ投資の場合気をつけなきゃいけないのは、はい、そのいい方向に思い込んでしまう、よくポジショントークとかっていうのがあるんですけどポジショントークって言うんですか、はい、あの例えばね、これよく、うん、セミナーなんかでも言うんですけど、うんうん、最近はちょっと変わってきましたけど、日経新聞でね、うん、日曜日にだいたい今週の相場の、うん、例えば為替とか株価のその予想レンジみたいなのを、うん、まあ、書いてあるんですよ、はいはい、でそれを結構そのいろんな立場の方がコメントを してるケースがあってね、うん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 、で最近はなくなったんですよ、はいはい、昔は3人ぐらいがコメントしてた、はいはい、でよくよく読んでると、うん、あ、この人今ドル買ってやられてるなとかね、うん、そういうあの自分の言ってほしい方向に、うん、そのもっともらしいその理屈をつけて、うん、その説得性を持たせるような思考にどうしても陥りがちになるケースがあるんですよね。あの、まあ、またこれ次回以降のシリーズで出てくると思うんですけど、はいはい、そのロスカットの難しさとか、それからその利益確定の難しさとかね、うんうん、そういった部分ってこの精神的な要素がものすごく大きいと思うんですよ。本当ですね、うん、まさに自分との戦いですよ ね自分と向き合って、はい、自分の中で答えを出さないと、うん、やっぱ勝ち続けるってことってなかなか難しいですよ そうですね。あの勝った後が怖いですよね。例えば誰かの情報で勝ってしまって、うん、でそれを受け流してやったら、うん、次もまたその人に聞きに行かなきゃいけない。そうなんです。それ本当おっしゃる通り。そうですよね、うん、そしてもっと言えばその人信頼してた人がダメだった時、うん、これ被害者意識募りますよね、うん、そうですね。こっちに投資してどうするんだっていう、うん、自分でそうですよね。まさにね、僕らエヴァイアカデミーでは、うん、そういう人に頼らない、はいね、国に頼らない生き方、うん、自分で判断できるその座標軸を作りましょうということでやってるんですけど、はい、そこがすごく先生とやはり共有してできるところだなっていうのはいつも思いますね、うん、そうですね。私もね、メンタルトレーニングっていうのでいろんなやり方があると思うんだけれども、はい、私は本人の中に自分の答えを探していく力を作る、うん、これが私のトレーニングなんですよ。なるほどね。だから結果依存されることではないし依存することではない、で、うん、何かの情報とかハウトゥーではどうにもならないのが私は潜在意識だと思うんです、うん、つまり意識化できてないわけだから、うん、意識できてる部分の 3% 数パーセントのところのハウトゥーを学んだって、うん、結局じゃあ次の人生の時もまた相談に来なきゃいけないじゃないですか、うん、やっぱり自分の人生を自分で決められる意思決定の力を作るっていう、うん、これがすごく共有しているところだなと、ね、いつも思いますよね、はいはい、この今後 の、ご出版のご予定とかは、このマインドダイエットっていう本が今、はい、これが最新ですね、一番新しく出ました、はい、でこれは2月の、末に出たんですけど、はい、でこれマインドダイエットなんですね
でダイエットコーナーに置かれてしまうのはよくないんです、ね、なるほど。つまりこれはビジネスマンにこそ読んでほしい、はい、切り口をダイエットにした理由はダイエットっていうのは本能で食べてしまうという抑制を知るわけでしょ。あ、だから食べたいのに食べない、つまり痩せたいのに食べてしまう、うん、そして太りたくないのにもっと食べちゃうみたいな、うん、これがリバウンドのマインドの状態なんだけども、うん、その本能の感情をコントロールできないとか欲求をコントロールできないっていうことの、うん、本当の真実の意味ですよね、うん、だから自分自身のそのわずかな闇の部分というか妥協だったりとか、うん、自分では消し去りたいし、うん、抑え込みたい感情、うん、でこれの連続で人間がなんで2つの行動をしてしまうのか、しかも180度違う行動をしてしまう、はい、でこれがね、ひどく深く闇にこう入っていくと、うん、心の中の潜在意識をコントロールできないという状態が起こるんですよね。なるほどね。これは現代の本当に問題だと思う、うん、はい、だからビジネスマンに向けて書いた本です ね、うん、ね、本当に仕事をうまくいく前にまず自分自身の潜在意識をコントロールするっていうことをすれば、うんうん、全てがうまくいかないわけがないんですよね。なるほどね、うん、やっぱりじゃあその潜在意識というものをこれからどうその自分の将来のために生かしていくか、はい、そういったところのまあトレーニングも含めてね、はい、いろいろとこのシリーズの中でもぜひお伝えしていきたいなというふうに思います、はい、ぜひね、うん、はい、じゃあですね、私は AOI アカデミーということで、はい、実はこのスタジオもね、実は今回から私どものセミナースク、セミナー会場で、はい、収録させてもらってるんですけども、はい、簡単にですね、うん、ちょっと私どもの会社の、まだドラフト段階なんですが、はい、PR のプロモーションビデオがありますので、うん、ちょっとこちらをご覧いただいてもよろしいでしょうか。はい、やっぱり今は日本人というのは大きな転換点に差し掛かってる、歴史的にも世界の中の動きもそうですけども、その中で自分自身がその当事者意識を持って自分自身の人生を自分の力で切り開いていく、そういうやっぱりそのたくましさが求められている時代だと思います。国に頼ったり人に頼ったり、特にお金の分野ではそういう部分が日本人は非常に多かったんですけども、これからますます自分で将来を切り開いていく、自分で判断できる、そういった人生の座標軸を作れる、そういった人にやっぱりなっていかなきゃいけないなと、自分自身の思いも込めてですね、そういう部分で私との AOIA は皆さんのお役に立てるような正しい情報と知識と、それから具体的なその行動につながるいろんな仕組みをですねご提供していきたいというふうに思ってます。ぜひみんなで力を合わせて、皆さんが楽しみながら自分のゴールを達成して、その先には日本がまた復活して楽しい明るい社会になっていく、それが世界の大きな発展につながっていく、平和につながっていく、そういう思いで皆さんの日々の行動が今問われています。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。金姿勢っていうところはやっぱり心理っていうのが一つあって、これは投資だけではなく資産運用だけではなく全ての人生プランにおいて一番大事なところ、これはやっぱ共通してるんですよね。これはとにかく一体感を続けたいってことはですね、常にとにかく毎日このエロマンが個人マークの目的の一つは自分の癖とか考え方とか好き嫌い思考ですよね、そういうのを自分で気づいてもらう。ニュースとその結果
なのでこのニュースを受けてですね、ニュースを引いた時にそのニュースを見てどういう結果になるのかなってぜひ考えていただきたいんですね。でそれを元に投資をしていただく。それでは第1ターン目ですね、ニュース信用不安日本。どれをリスクにするか、どれを増やす部分にするかっていう、実際にどっちかも入れてくる。チームハッピーエンドは鉱物を3口を引き抜いて、はい、買います。このゲーム面白くって、あの現実世界にこんなことあるのかなっていうぐらいもう大儲けしちゃってすごく楽しかったです。中国で起こったことが日本に飛び火することとか、ヨーロッパのことが日本に飛び火するとか全然あると思うので、やっぱそういった世界っていう部分からこう経済を見ていく必要があるなと感じました。ありがとうございます。純粋にすごい楽しかったです。で、あとこのゲームやっぱ面白いのが、その考える時間が短いんで、そこの中である情報を見て判断して行動するっていうことがすごい面白いです。25年以上のそういう経験が今一つに集結して、この今まで僕がまあ培ってきたもの、学んできたと感じたことをお伝えするっていうのはそれなりに意味があると思うんですね。あと一つは、僕はずっとある意味では金融界の中では売り手が商品を提供する側に長いこと身を置いてきて、180度違う買い手側の立場になった時に、そのあまりにもその不利な状況に置かれている日本の個人投資家の状況を、まあ、愕然として感じることになったわけですけど、これをやっぱり変えていかなきゃいけないと思うのがあるので、やっぱり個人が大手の金融機関のあるいはその国の言いなりにならなくて自分の意思で意思決定ができる、そのためにはやっぱり制度も変えていくぐらいの意気込みがないとなかなか難しい部分もあるんですけど、一個人では難しいのでね、やっぱりその個人個人がまずレベルを上げることで、横のコミュニティを広めていくことで、まあ、一つの大きなパワーとなって金融機関に対してノーと言える、これってものすごく大事なことだと思うんですよ。カードゲームもね、フォーチュンマップ、はい、はい、ここで、うん、毎月開催しておりますんでね、ぜひ皆さんにも体感していただきたいなというふうに思います。そうですね、はい、遊びながらできるっていうのがすごい、ね、そうなんですよ。やっぱり多くの人にね、うん、難しいことを別にやってるわけじゃないので、はい、ぜひ身近なこととして当事者意識を持ってもらうためにもね、こういうゲームを活用して学んでもらいたいなと思いました。うん、はい、で今後私どものこのコーナーではですね、はい、クルセン の、うん、いわゆるメンタルトレーナーとしての部分と、はい、その経済とか、その投資の話と、はい、この融合を目指していくわけなんですけども、はい、今回はですね、はい、まあ、次回以降どんなことをやるかっていうその触りの部分をね、そうですね、ぜひお話しさせてもらいたいんですけども、はい、テーマとしては自分のメンタルタイプを知ると、はい、このメンタルタイプっていうのはどういう、先ほど私言いましたように、うん、私は性格は絶対変えたくない、変えてほしくないんですね、でもっと言うと変えてはいけないんです。だから自分を否定することからは何も生まれないので、はい、まず自分を信頼してあげるという気持ちを作っていく、うん、でその時に自分の性格っていうのをタイプ別に4つに分けるんです、はい、こちらですね、はい、で無意識のこうありたい自分っていうのを、はい、自分自身が見出していく
これ生き様診断テストというふうに呼んでるんですけれども、はい、はい、でこれを4タイプに分けて、そっちの本が今ありますけど、こちらですね、はい、この本の中で、テスト入ってます、はい、でそのテストの中に自分の、タイプ別が載ってるんですね、はいはい、人生は本当にやりたいことだけあれば必ずうまくいく、ね、こちらの44ページにですね、実はそのテストが書いてあります、うん、はい、まあ、今日はちょっと細かいところまでやりませんけども、はい、実際次回以降ですね、事前に資料をご用意いたしまして、皆さんにもぜひこういうのをやっていただきたいんですね、はい、でその上でご自身がどういうタイプなのか、うん、いうカテゴリーをまず知っていただいて、はい、それぞれの特徴なんかについてね、はい、解説をしながら、これも投資家としてじゃあどんなタイプなのかっていうところをね、もう本当無意識なので、私これテストやった時に、最初に作ってるテストが、このテストを作る目的がまず自分の気づいてないところに気づかせていく、はい、それ大事なんですよね、でどうしても人間ってこう心は見えないものだから、うん、ちょっとそこに諦めを感じてしまう人が多いと思うんですけど、うん、まず数値化してテストを作っていきたいなと思ったんですね、はい、でそれを私は心というのは水のようってさっき言ったように、うん、波のようなイメージで言って、まあ、いい時も悪い時もどのタイプもあるんですよ、うん、でそれがこのメンタルグラフのイメージで作ってます、はい、でそれぞれ4タイプ今色分けして出していますけれども、はい、王様タイプ、王様タイプっていうのが本当に波がね、この黄色の波を描いてますね。これはなんか良さそうですね。いいように感じますけれども、うん、これはどういうふうに見るかというと、はい、理想と挫折というこれグラフなんですけど、ほうほう、現実ラインというのがここ。なるほど。まずここがなるほどメンタルの捉え方なんですけど。ということはこの人は結構浮いちゃってるっていう言い方もできるわけですか。これ全部あとは視点の高さなんですけど、なるほど、4つのタイプの診断テストをします、はい、でそれは平面上の話なんですよね。例えばこの4つのタイプがあって、はい、これをこうした場合に、うん、どこの自分がになっても別にどれでもいいんです。なるほど。これを視点をこう引き上げるということや、あ、そうすると意識の次元が高い人、つまり潜在意識をいかに使えるかっていうのは、はい、自分が視点が上がって上がっていくと、うん、これは工事につながるわけだから、思考が単純にアナログ思考ではなくて、うん、情報思考というか、なるほど、並列思考にどんどんなってくるんですよね、はい、だからいろんなことが情報が飛び交っているところに自分の意識がつながっていくっていう、うん、まあ、何を言いたいのかというと、うん、できるできないの判断ではなく、うん、やりたいことができる脳の使い方、なるほど、意識の使い方、はい、でそれがトレーニングでできるんです。なるほど。でもまず最初に自分がどのタイプなのかっていう、うん、波のタイプを見ていくことが重要なんですよね。なるほどね、うん、王様タイプとストイックタイプですね、はい、うん、ストイックってのが、これが結構、ごめんなさい、これすごいですね。これは壮絶なんですね。アスリートでいうともうトップしか目指さない、な金メダリストなんてこういう生き方ですよね。あ、金メダル以外は全部挫折。なるほど。分かりやすいですね。王様は、はい、ストイックと何が違うかと、ええ、現実普通は認めない、つまり自分は飛び抜けていいというマインドを作っていくんです。だからビッグマウス系が多いですね。あ、なるほどね。自分はできると思うんです、はいはいはい、で、できる以外の自分、できない自分は認めないので、はい、称賛されることは喜ぶけれども、うん、卑下されるともう全然心が動かないと。なるほど。亀田三兄弟みたいな。はい、そうです。あとね、受け身タイプと、うん、はい、それからストレスフリータイプ、ストレスフリータイプですね、はい、こういうタイプ分けをして、はい、ちょっと、ね、そうですね、株と株の動きみたいな本当ですね、本当に確かにね、合わせていくと、やっぱり波っていうのは相場の世界でもすごく大事なので、はい、やっぱり客観的に自分を知ってもらって、うん、まず自分がどのタイプか、はい、そういった投資との絡みも含めてね、うん、はい、解説をしていきたいというふうに思いますし、はい、結構これ楽しいテーマになると思いますね。楽しいですね、もうトレーニングって本当楽しいので、はい、今永田先生もこれぜひ、早速やってみます。もうやってるんじゃないですか。僕どれなんだろうな、自分で決める、自分で決めようとしてる人はね、王様タイプ。やっぱり王様タイプのみで、なんとなくね、そんな気がしてたんですけど、自分で勝手に最初に決めるんですね。はい、ちょっと謙虚に冷静に後でもう一回やってみたいと思いますけども、はい、今日は本当にあっという間のお時間が過ぎてしまいましたが、はい、次回以降はですね、ぜひこれで、また楽しい授業って言いますかね、はい、講義やっていきたいです ね、やっていきたいと思います、はい、セミナールーム、はいはい、でこれはぜひ今後今年後半にかけて、はい、実際のセミナーもね、展開していきたいと思ってます、はい、それがいいですね、はい、はい、
リアルでライブでできたら面白いですね。そうですね、はい、目指して。そろそろお時間でございますので、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました、ね、また次回も、はい、倉麻美と中田博史のエコノミックマインドでした。